さんこんにちは、ケンです。今日は私のグラベルレースチャレンジ用の、オールロードバイクを紹介したいと思います。オールロードとは言ったんですけど、まあ、分類するとしたらグラベルロードになります。はい、では早速バイク紹介をしたいと思います。こちらなんですけど、3T のエクスプローロ、ライバルっていうモデルになります。フォークもフレームもシートポストも、まあ、カーボン製になってます。ハンドルとステムはアルミ製です。でメインコンテポは、まあ、名前の通り、スラムのライバル、フロントシングル仕様となっております。スラムっていうのがフロントシングルに定評があるメーカーですので、まあ、そこのコンポーネントについては、不安要素はないです。グレードでいうとちょうどシマノの105とアルテグラの間ぐらいのイメージになります。順番に見ていくんですけども、ハンドルとステムはイーストになります。でリム、タイヤは、マウンテンバイク乗りなら知ってると思いますが WTB で、タイヤがですね、700×37C、まあ、こちら 650B ではないので、まあ、快適というよりはより速く軽快に走るためのチョイスだと思います。で、まあ、37C っていうタイヤも、まあ、私からするとちょうどいいなって感じですね。今ガリバルディっていうのが 650B の 47C っていう極太タイヤにはなってくるんですけど、まあ、それはもうがっつりオフロード向きっていう感じなんですけど、この 37C っていうタイヤは、まあ、オンロードでもオフロードでもだいぶ走りやすいです。でタイヤの種類がリーダーっていう種類になるんですけども、かなりタイヤのトレッドパターンがオフロード向きです。ですが、まあ、37C っていうサイズですのでオンロードでも走りやすいっていう印象を受けます。で次サドル、サドルも WTB のサドルになります。結構クッション性があって、お尻痛くないです。まあ、シートポストの影響もあるかもしれないんですけども、かなり快適に乗れました。はい、続きましてドライブトレインを見ていきたいと思います。ドライブトレインは FSA の、シングルクランクセットになります。チェーンリングは42で、リア行きまして、リアのリアメカがスラムのライバルで、カセットスプロケットはマックス、ロー側が42なので、まあ、一番軽いギアで42-42の組み合わせになります。オフロードの勾配が高いところでもガシガシ登っていけるんじゃないかなと思います。ボトルケージは 3T のアクセサリー、バーテープも 3T の純正とは違うものを装着してます。サイコンやライトっていうのはレッグマウントで綺麗にまとめております。リアのテールライトについては、一応カットアイをとりあえずエアロックシートポストに対応のキャットアイを装着してます。見た目の話になるんですけども、フレームがかなり太いです。ここの形状がかなり太くて、見た目からすると重そうに見えるんですけど、重量的には約9キロぐらいになってます。でここのフロントフォークもかなり太いです。でチェーンステイは、まあ、上にしっかりなっていて、オフロードでも、まあ、飛び石とか当たりにくい形状になってるなっていう感じですね。 BB のところも結構高めに設定されてます。ラバー穴についてはダウンチューブに3つ、トップチューブに2つ、シートチューブに2つとなっております。フロントフォークにはついていません。なのでこのバイクのコンセプトがグラベルレースチャレンジバイクということで、まあ、ツーリングというよりはレース向けのグラベルバイクになっております。ブレーキをちょっと忘れてたんで紹介すると、ブレーキはスラムのライバルになります。引きは結構いいです。
まあ、で一応今後の、まあ、こうしたいっていうカスタムなんですけど、今、前回のトレックのチェックポイントの動画でちょっと言ったと思うんですけど、 GRX の800シリーズのコンポは今手元にあるんですけど、実際今日初めて乗ってみると、この乾燥までする必要ないかなっていう印象はあります。タイヤがクリンチャー仕様なのでチューブレス化は絶対したいなっていう感じです。ほぼノーマルに近い仕様でもかなりキビキビ走って万能なグラベルバイクっていう印象です。グラベルバイクが2台になったわけなんですけど、ガリバルディとの使い分けは、まあ、ガリバルディは、まあ、キャンプツーリングだったりとか旅行用のツーリングバイクで、こっちの 3T のエクスプローロが、グラベルレースや、そういったチャレンジイベント、長距離ライドっていうところで使っていく予定です。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。